シンガポールの戦い、シンガポールの戦い、シンガポールの戦いは、第二次世界大戦の1942年2月7日から2月15日にかけて、イギリスの海峡植民地のシンガポールで、第二本帝国陸軍と連合国軍の間で行われた党である。2倍を超える兵力差を覆して、当時南高不落と謳われたシンガポール要塞を、 日本軍が10日足らずで攻略した結果、イギリスが率いる軍としては、歴史上最大規模の将兵が降参した。当時のイギリス首相であったウィンストン・チャーチルは辞書で、英国軍の歴史上最悪の惨事であり、最大の降伏と評している。1941年12月に、大日本帝国陸軍、第25軍が、マレー作戦によって、マレー半島に上陸した時、駐留する。 イギリス領インド帝国軍第3軍団、オーストラリア軍、第27旅団及びいくつかのイギリス軍大隊を含むがこれに立ち向かった。北部マレー半島で日本軍は数的にはわずかに優勢であるに過ぎなかったが、制空権、戦車戦、不評戦術、戦闘経験において優越していた。日本軍に陸空での優勢を取られたため、連合国軍は、 切り札として期待していたイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスを出撃させたが、大日本帝国海軍の立候隊に撃沈されて、しまったマレー沖海戦。1942年1月に入り、早くもクアラルンプールを占領した日本軍は、南高不落の要塞と考えられていた。シンガポール島に向けて、マレー半島を着実に進撃した。 シンガポールは第二次世界大戦における連合軍初の合同司令部であるアメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリア連合司令部、アブダ司令部、アブデコムの結節点であった。マレー半島を驚異的な速度で南下しつつある日本軍を迎え撃つ連合軍司令官のアーサーパーシュワル中将の指揮下には書類上では四個指団強に相当する八万五千の 兵力があった。うち約7万人の戦闘部隊は38個、不評大隊、英印軍17個大隊、イギリス本国軍13個大隊、オーストラリア軍6個大隊、マレー、シンガポール人の2個大隊と3個機関銃大隊を機関としていた。このうち2個師団は1月以降に5層戦団で到着したばかりであった。新着のイギリス軍第18師団。 師団長 M ベックワースイコールスミス少将は完全編成部隊ではあったが戦闘経験と適切な訓練を書いていた。その他の部隊のほとんどはマレー半島で日本軍の攻撃から受けた損害から回復する時間はなく定数を割り込んだ状態であった。現地人大隊はやはり戦闘経験がなくいくつかの部隊は戦闘訓練すら未了であった。 海上輸送中の損害は少なかったが、2月5日、到着の最後の戦団で、客船、エンプレス・オブ・エイジアが、日本陸軍機による攻撃を受けて撃沈され、搭載物資を全損していた。パーシバルは、G ・ベネット少々指揮下の、第8オーストラリア師団から抽出した日古旅団に、西地区防衛の任務を与えた。この地域には主要な進行が行われた。 シンガポール島の北西部が含まれていた。この地域の主な地形は川や小川で区切られたマングローブが追いゲる湿地やジャングルであった。戦闘経験のない第22旅団は西側の約1 6トルの区域を担当し、第27旅団、マレー半島での交代戦でほぼ1個大隊の損害を受けていたが、北側の約3 6トルの区域を守った。 到着したばかりのオーストラリア第2、4機関銃連隊が、不評の支援に当たった。また、第44インド旅団が、ベネット少将の指揮下に置かれた。サー・ルイス・ハート中将指揮下の、第3インド軍団は、第11インド士団、士団長 BWK 少将、第18士団、第15インド不評旅団からなり、北地区の防衛を担当した。市街地の主要部を含む、 南東部のシンガポール要塞は、会計、シモンズ少将が指揮した。シモンズ少将の指揮下には、書類上では18個大隊があり、その中には、第1マレー不評旅団、海峡植民地義勇兵旅団、第12インド不評旅団が含まれていた。なお、シンガポールには、名高い大口径要塞法として、3門の15インチ法を、 持つ一個方兵中隊と15インチ砲二門を持つ別の一個中隊が含まれていた。これらの要塞砲は東方海上からの攻撃に備えて配置されていたため一部は全周旋回できない設計であった。そのため日本軍の進行ルートであるマレー半島側を砲撃できないものがあり海を向いて配備された要塞砲は日本軍による再利用を防ぐために あらかじめ解体処分された。また、要塞砲には主に対艦砲撃用の鉄鋼弾が配備され、対人殺傷効率の高い榴弾が配備されていなか、たため、陸上部隊に対する砲撃の効果は少なかった。イギリス空軍には、主力戦闘機のホーカーハリケーンや、アメリカから提供を受けた、ブルースター海に A バッファローなどの戦闘機と、ブリストルブレニム爆撃機などが、 セレター基地などに展開いていた。しかし、バトル・オブ・ブリテンで消耗し、さらにヨーロッパで続くドイツ軍との戦いに最新鋭機が回されていたことから、ホーカーハリケーン以外の航空機は皆戦闘力に欠けるものばかりであった。大日本帝国陸軍の第25軍司令官の山下智行中将の指揮下には、この医師団、師団長、西村拓馬中将、第5師団、 師団長、松井拓郎中将、第十八師団、師団長、牟田口蓮也中将の三個師団からな三万強の戦闘部隊があった。戦闘員の数では連合国軍に比べ劣っていたが、その連動と経験、装備の性能では遥かに勝っていた。この絵師団には九十五式系戦車からなる戦車旅団が配属されていた。また、 最新鋭の一式戦闘機を用した第59戦隊と第64戦隊がこれらを空中から援護した。1月31日にイギリス軍の最後の連合軍部隊がマレー半島から撤退し、工兵隊がジョホールバルとシンガポールを結ぶジョホールシンガポールコーズウェイを爆破して約2 0メートルの穴を開けた。しかしこの直後には日本軍の襲撃部隊や 浸透部隊がゴムボートを用いてジョホール海峡を渡り始めていた。また、山下中将とその参謀たちは、これまでに行われた百式司令部偵察機などによる高高度航空偵察と地上偵察、侵入偵察、さらに海峡近くの姓、秋田高地、例えばジョホールスルタンの宮殿を占領したことなどから、連合軍の配置に関する情報は十分に得ていた。 これを受けて2月3日に日本軍によるイギリス軍の拠点などに対する準備砲撃が始まった。これに対してイギリス空軍が10機の砲火ハリケーン戦闘機を増破したが空中戦で撃墜されるなどこの後5日間日本軍の爆撃が強化されることを阻止することはできなかった。日本軍による砲爆撃の激しさは 第一次世界大戦での恐ろしい砲撃に比較されたほどであった。この準備攻撃によって連合軍部隊と上級司令部との連絡が混乱した上に石油タンクが破壊され大切な備蓄石油が燃えてしまった。また防衛準備の行動も影響を受けたものの連合軍には爆撃機戦力がほとんどなく砲兵戦力も不足していたためこの日本軍の攻撃に反撃することはできなかった。 海側からではなく、マレー半島側からの攻撃を中心に展開しようとしていた日本軍の攻撃のスピードを抑えるべく、1月31日に連合国軍はマレー半島とシンガポールをつないでいたジョホールシガポール、コーズウェイの爆破を行った。これによって、日本軍の攻撃は1週間遅れることになったが、進行が不可能になったわけでなく単に連合国軍が、 時間を稼いだだけに過ぎなかった。なお、イギリス軍により戦前に構築された統治下や、鉄条網、対戦車障害物なども東海岸を中心に配置されていたため、マレー半島側からの進行には無防備だった。ウェーベル大将は、日本軍進行の数週間前から、マレー半島に面した島の北側、西側の防備強化を指示していたが、 日本軍機の空襲により民間労働者の規律が乱れたことによる労働力不足や配備する兵力不足のため防備強化は進まなかった。2月8日午後8時30分、オーストラリア機関銃兵が第5、第18師団のシンガポール侵攻第1波4000名の将兵を搭載した終点に砲火を開いた。激しい戦闘が終日続いたが、 次第に日本軍兵力の増加が、砲兵、航空戦力、情報での優越と相まってものを言い始めた。北西部では日本軍が薄く広がった連合軍の防衛線の底かしこに、まるでそのあたりのあちらこちらにある小川のように小さな裂け目をうがち始めた。真夜中までにオーストラリア軍の二個旅団は互いに連絡することができなくなり、第二十二旅団は、 交代を強いられた。翌日の午前1時には日本軍の増援が北西地区に上陸し、オーストラリア軍は最後の予備隊を戦闘に投入した。2月9日の夜明けまでに第22旅団の一部は蹂躙され、あるいは孤立したり降伏したりしていた。オーストラリア軍第2、18大隊は兵力の50%以上の損害を受けていた。パーシバル中将は 北東地区で第二次上陸が行われるであろうと考え、苦戦している第22旅団を増援しなかった。日本軍の上陸作戦の重点は第44旅団が守る南西地区に移った。この日の残りには西地区の連合軍部隊はさらに東への後退を強いられた。ベネット少将は第二次防衛戦の構築を決意した。 北地区の第27旅団は2月9日午後10時のこの絵師団の上陸まで戦闘にさらされていなかった。この上陸作戦は日本軍に不利なものとなった。日本軍はオーストラリア軍の迫撃砲と機関銃の射撃によってかなりの損害を受け海水に流出させた銃への放火による銃油戦術による損害のほか歴史者も発生した。少数のこの衛兵たちが 海岸に到達し、貧弱な海岸砲を確保した。式通信上の問題と、前線部隊へ適切に増援を送れなかったことから、連合軍の防衛線にはさらに穴が開いてしまった。致命的な錯誤が生じて、防衛線に成功していたにもかかわらず、第27旅団は、北地区中央のクランジから撤退してしまった。このため、連合軍は、 島の西部を通る重要なクランジジュロンオーネの支配権を失ってしまった。クランジを占領したことで、このエシダンは戦車の揚陸と第18英本国師団を迂回して、急速に南方へ前進することが可能となった。しかし、日本軍戦車部隊はシンガポール市外の中心部へ進出するチャンスをつかむことには失敗した。2月11日。 自軍の補給物資が危険なほど減少したことを知り、山下司令官はパーシュバル中将に無意味で絶望的な抵抗を中止するよう呼びかけた。この時点で日本軍の猛攻に耐えてきた第22旅団の戦力は数百名に低下しており、事実上全滅状態であった。日本軍は武器ティマチクを連合軍の弾薬と燃料の貯蔵のほとんどとともに占領手より またこの地区を占領したことで主要な水の供給源の支配権も得ていた。翌日には連合軍は島の南東部の狭い地域に防衛線を構築し日本軍の総攻撃を撃退することができた。第一マレー副兵旅団を含む他の部隊もすでに戦闘に参加していた。パシーパンジャンの戦闘ではマレー人連隊はシンガポール人将校のアドナンビンサイディ将尉の指揮下で 激しい白兵戦を激しい損害に耐えて戦い抜き、ラーラドーとケントリッジを通過して前進しようとする日本軍を2日間食い止めた。しかし2月13日には連合軍はさらに地方を失い、イギリス本土の上級司令部はパーシバルに非戦闘員の被害を最小限度に食い止めるため降伏するよう指示した。パーシバルは最初この指示に抵抗したが、結局上官の権威に駆使した。 翌日も残存する連合軍部隊は戦闘を続け、非戦闘員の被害は100万もの市民が避難していた、連合軍が確保する地域が砲爆撃にさらされている、ため増加し続けた。市の幹部たちは、間もなく水の供給が立たれるのではないかと恐れ始めていた。2月15日の朝、日本軍は連合軍の最終防衛線を突破した。イギリス連邦軍と アメリカ軍による連合軍の食料と何種類かの弾薬はすでにそこを突き始めていた。降伏を決意したパーシバルは指揮下部隊の司令官たちと協議した後に日本軍と連絡を取り、フォードの自動車組み立て工場において両軍の最高司令官による降伏交渉を行う約束を取り付けた。フォードの自動車組み立て工場に向かったパーシバルらイギリス軍の一行は 日本軍の山下司令官らとの降伏交渉に臨み、午後5時15分を少し過ぎた頃に正式に降伏した。この時山下が返答をしぶるパーシバルにイエスかノーかと迫ったというエピソードは有名になった。なお、山下は日露戦争時のヌギマレスケ将軍の推薦への会見のように穏やかにするつもりであっパーシバルが降伏条件について長々と話し、 最終的に降伏するという言葉を発しないために出た言葉と言われている。なお、戦争終結後に山下がアメリカ軍により戦犯として公主刑に処せられる際にアメリカ軍は大戦中日本軍の捕虜となっていたパーシバルを呼び寄せて死刑執行に立ち合わせている。まもなく日本軍によるシンガポール統治が始まった。その後シンガポールが 戦火に巻き込まれることもなかったため、軍政は大きな支障もなく、進められ、官民を問わず多くの日本人がシンガポールに渡った。日本軍占領下のシンガポールは、湘南島と改名され、日本人向けの食堂や料亭などの娯楽施設も作られたほか、ラッフルズホテルなどが接収された。また、日本軍は湘南神社と中魂碑を混流した。さらに、 インド独立運動家と降伏したイギリス軍のインド人兵士から希望者を募り、インド国民軍を組織した。また、日本海軍の潜水艦が、ドイツ海軍とイタリア海軍との共同潜水艦作戦を行うための基地も設けられたほか、ドイツ海軍はインド洋で活動する海上封鎖突破船、柳船を、イタリア海軍はシンガポールに潜水艦基地を設ける。 ために工作船と解剖艦を送り込んだ。早期のシンガポール陥落を予想していた日本の低新省は当時の2線と4線の普通切手、乃木マレスケと東郷平八郎にシンガポール陥落の文字と軍事被募金のための額面、寄付金付け切手の番加えた印刷、寄存切手の番に文字の番を加えた点札で印刷済みの切手に施す。 いわゆるかずリではないをした記念切手を、陥落直後の2月16日に発行した。この切手は、2月11日の起源節に作戦が成功することを前提に、製造から郵便局への発送まで、すでに完了していたという。また、同年3月1日には、同盟国の満州国は、普通切手にかずリした記念切手を発している。 1942年2月18日にシンガポール陥落と、それに先立つマレー作戦や真珠湾攻撃の成功を祝う、王島は戦争戦勝第一次祝賀国民大会が、東条秀樹首相出席の下で、日戸公園で開催された。イギリス陸軍は敗北し、シンガポールが陥落したため、約8万人のイギリス軍将兵やイギリス領、インド軍兵士、 オーストラリア軍将兵が日本軍の捕虜となり、これまでにマレー半島の戦争で投降した5万人に加わった。さらにセレター軍港や空軍基地をはじめとするイギリス軍の施設はほぼそのまま日本軍に接収され、インド洋やオーストラリア方面に展開する日本軍に活用されることになった。シンガポールは難攻不落と保護していたチャーチルは、 先の二隻の戦艦の撃沈に続き、シンガポール陥落とそれに伴う多くの戦死者、捕虜を出したことで国会において、野党の労働党からの厳しい追及を受け、一時は、新郎のあまり首相辞任を考えるほどであった。その後もイギリス軍やアメリカ軍を中心とした、連合国軍は、日本軍に対して敗北を続け、マレー半島に拠点を置いた日本海軍との、 正論を機械戦で大敗を喫したことで、インド洋の政海権を握られ、イギリスやインドとオーストラリア間の軍事物資の運搬ができなくなるのみならず、日本軍のアフリカ大陸沿岸への進出を許すことになったマダガスカルの戦い。植民地大国だったイギリスにとってシンガポールは、インド洋と太平洋、オーストラリアを結ぶチョークポイントであり、東洋のジブラルタルとも呼ばれた。 それゆえ、シンガポールの陥落と二隻のイギリス海軍の有力戦艦が日本軍に撃沈された事実はイギリスには大きな一旦であり、植民地大国の一つの転換点であった。その後シンガポールは日本の占領を経て第二次世界大戦後に再びイギリスの統治となったものの、その時はすでにアジアの独立運動の進展と植民地主義の交代の時代となっていた。 国力が衰えていたイギリスは植民地支配の政策を変更し、シンガポールは1959年にイギリスの自治領となり、その後は独立への道を進む。イギリスから独立したばかりの隣国アイルランドでは、長年にわたる支配への恨みから繁栄感情が強く、特に独立運動を弾圧してきたパーシバルが降伏したことで、元アイルランド共和軍、 IRA 幹部らがダブリン駐在に本領地を囲んで祝賀会を開いたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。